皆さんこんばんは、金次です。ということでね、この動画はバレンタインのお話の次に撮ってるから、正味股関節が痛いです、座りすぎで。ということで俺ね、まあ今日も唐突ですけど、俺ね指見てください、これ。あ、ちょっとね、今中指立ってたみたいになってるけど、そういう意味じゃないんですけど、このね、指を見てほしいんです。荒れてるというか湿疹みたいになってるでしょ。こっちもなってるんですよ。で、これまだ軽い方なんですね、今。もういつもはもっとなんか真っ白になって、手が、指が乾燥して痒くてめちゃくちゃで、これが足と頭にもちょっとあるんですよ。で、これが20代後半、30歳くらいからでき始めて、で、病院に行ったらね、感染だっていう診断が下ったんですよ。で、感染っていうのは、まあ、自己免疫機能の異常で発症するみたいで、なんの、ほら、問題もないのに、自分の免疫がこう異常を察知して、自分の免疫が自分の正常な細胞を攻撃しちゃうみたいな。で、凄まじく痒いんですよ、これ。で、ストレスとか、まあ、食生活によって、この痒みがすごい増すんですね。特になんかイライラするようなことがあったりさ、すごいグワッとすごい痒くなったり。で、寝てる時も書いてたりするんですよね、気づかないうちに。で、俺はその30歳くらいになるまで皮膚疾患っていうのが一切なくて、もう思い当たる原因としてはもう喫煙しかないんですよね。20代後半からタバコを吸うようになっちゃって、これもね、ちょっと一エピソードあるんだけど、吸うようになったの、また機会があれば話そうと思うんですけど、タバコ吸うようになったのが一つの原因かなと思うんですよ。あれからすごいいろんな疾患が出るようになったから。でね、今は全然タバコ吸ってないんですね。もうここ数年はほぼ禁煙状態。タバコ吸う人が一緒にいた時だけこじきして一本くんねえかなみたいなね一番だるいやつのパターンですけど、もらったりしてます。でね、大体ね、俺の周りにいる人たちはすごい収入高い人が多いから平気でもらっちゃいますねもう金持ってるから別に買えるっしょみたいなで、ある程度もらい切った時に一箱返すって感じですね。買って返すみたいな。一応ね、もらってばかりだと悪いなと思っちゃうから、買って返すんですよね、ちゃんと。でね、まあそういうのがあって、で、もうだから10年くらいの付き合いなんですよ、この感染とは。で、これが一時ね、すごい改善したんですよ。で、わけわかんないタイミングで改善する時があって、多分俺はこれは腸内細菌とか腸内環境が関係してるんだなっていう風に日頃から思ってたんですよ、ずっとね。だからまあ、腸内をなんとか綺麗に保てば、健康に保てば、この症状も改善されると思ってたんだけど、なかなかね、これが治らなくて、まあ、食生活悪いしね。つい先日、また同じように感染のことを考えてた時に、やっぱりこれって腸内環境と密接に関わってるよなと思ったんですね、症状が。なぜならね、腸内っていうか、お腹の体調が悪くなると感染が改善する時があるんですよ。で、これすごい不思議でしょ。体の具合が悪くなってるのに感染は治るんですよ。っていうことはやっぱりその内臓の、その腸の中が異常をきたした時は、その正常な免疫の働きがしなくて、逆、なんて言ったらいいんだろう、逆転現象として改善するんですよね、感染が。で、体調が元に戻って良くなると、またこの症状が強くなるんですよね。だから、いや、これ間違いなく腸内と関係してるっていうふうに思って調べたら、ちょうどそういう書籍が販売されてたんですよ。で、あ、そういう本あるんだと思って、どうしよっかって。で、俺 Kindle Unlimited をつい最近までずっとやってたんだけど、もうあまりにも読む本なさすぎて、 Kindle Unlimited が、まあ何作か面白い本はあったんだけど、でももうなんかもういいわこれと思って、で Kindle Unlimited やめたんですよ。でもその本が Kindle Unlimited って読める本だったんですよね。で、買ってまでこれいらないなって自分でわかるから、どういうことか。もうそういう知識は大体もう以前からもういっぱいあるから、今更買ったところで別に買わないと思って。で、そうこうして検索してるうちに、なんと感染、もう俺のこんなのよりももっとひどい、もっとひどい、全身にもう感染の症状が出て、ひどい状態になってる人が、なんとね、バスソルトで改善したって、なんかほぼ完治したって書いてるブログまであったんですよ。で、へーって改めて、バスソルトなんて俺そんな意識したこともなくて全然。まあ、まずもってバスソルトって何っていうくらいのものだったんですね。で、検索したら、まあ、単純に塩。まあ、岩塩とか、そういう塩、お風呂専用の塩を、まあ、入浴の時に入れて、発汗作用で毒素を出すみたいな話だったんですよ。
改善ってすごいよね。で確かにそのブログの書いてる人たちは写真付きでもう本当に全身ひどい状態なのをこういう風に回復していきましたっていう風に書いてあって、でいやすごいと思って、これ俺やってみようと思ったんですね。見てください、これをライフでアラジオを買ってきました。あのいろいろねバスソルトっていうのを俺買おうかなとは最初思ったんだけど、なんかわざわざそんなねなんかこじゃれた変なアロマ付きとかなんかこじゃれたの別にいらんと思って、そんな普通のなんか普通にそこら辺で売ってる味塩とか食塩ダメなんですかと思ってね、安いじゃないですかあれだったらすごい。でいろいろ検索するとその食塩だとダメらしいんですよね普通の。でこのアラジオに関して言うとあのこの中にはですねマグネシウムとカルシウム、カリウムが含まれてるんですよアラジオの場合は。で普通のもう精製された食塩、ただの食塩だとこのカリウムとかあのマグネシウムとかカルシウムが入ってないんですよ表示を見ると。ただこのアラジオだったら入ってるからバスソルトとして全く使えるんですよね。これそのなぜバスソルトがその肝炎とかそういうものの改善とか治癒に効果があるのかっていうと、どうもねその塩の浸透率、あ浸透圧、塩のあの普通ほら湯船にポチャンって浸かるとあの湯を体内に吸収しようとするらしいんですね普通の状態だと。だけどその浸透圧が塩を入れることによって濃くなって、今度濃くなると体から排出しようとするらしいんですよ水分を。でその時に汗と一緒に自分の中の体内の毒素が排出されて、その毒素の排出がこれらの皮膚炎とか皮膚病の治癒に効くんじゃないかっていうふうに書かれてたんですけど、ちょっと試してみようと思って、で俺今年に入ってから、今年去年の12月ぐらいからほぼ毎日入浴してるんですよ。あの湯船に浸かってるんですね、だいたい1時間から2時間ぐらい、寒いから年食ったんだなと思ってね。まあ老化はあのただの概念ですよって言っときながら言うのもなんなんだけど、ほんと寒くて多分体がやっぱ弱ってるから冷えてんだと思うんですよ。で冷えは万病のもとってね前も言いましたけど、やっぱり温めることによって免疫機能って上がるから、だから温めるっていうことを心がけて、風邪もひきたくないしね、コロナなんかに負けてらんない、コロちゃんには負けてらんないから毎日ね温めて温めて入ってるから、ちょうどだからその中に今度からこの甘塩をちょっとねその入れてみようって、試してみようと思ってるんですよ。で万が一改善されるようなことがあればまたこの YouTube かブログであのお話ししたいと思います。まあ大1ヶ月は試してみないとやっぱりちょっと効果出ないかなと思って。で一つだけ注意があって、あのこういうなんか例えばバスソルトとかでその体内から毒素を排出するということをやってるのに口から食べるものが毒ばっかりだったらもう意味ないと思うんですよ。さっき あのバレンタインのショコラケーキとか、まあ作ってる製造者の人には申し訳ないんですけど、まあ体に悪いものばっかり食べてたらどんだけ毒素出したところで無意味だと思うから、近いうちにやっぱりビュー39アレルギー検査に行きたいと思うんですよね。で俺本当は予約してたんですよねアレルギー検査、だけど寝過ごしちゃって行けなかったんですよその時、予約してた時に。で健康診断の次の日だったんだけど、あの予約したのをちょっとポシャっちゃって、でそれからまた再予約してないからできてないんですよね。だからアレルギー検査をちゃんとする、そしてアレルギーがあるものは食べないようにする、なるべくっていうふうに思ってるんです。あとお菓子をねもう食べたくない、あまりお菓子も控えるということにしようと思います。まあ 100% するっていうのは無理だし、その 100% これは食べませんってすると、それ自体がストレスになるから多分それはしたくないんですよ。だからお菓子どうしても食べたいんだったら食べる、その代わり普段はちょっとずつ我慢するみたいな感じでね行きたいと思ってます。あてね、あともう一つこれが届いたんです何って感じだと思うんですけど、これねメトフルミンっていう薬なんですよ。でメトフルミンっていうこの薬は本来なら2型糖尿病 の治療薬として処方されるものらしいんですけど、あの俺があのこの間読んだライフスパンっていう、まあ、老化を防ぐための本の中に書かれてた一つのお薬ですね。これ大阪堂で購入しました。コロナの影響で3週間ぐらいかかったんだけどようやく届いた。ちょっとねジェネリックなんだけど、あの一応大阪堂 のサイトによると、まあ、ちゃんとしたものらしい500ミリのやつで、これをね半分に割って250ミリずつ1日に2回取ろうと思ってます。それでね、この効能がどういう効能かっていうと、あの血糖値の急激な上昇を抑えるらしい。
これがね、で血糖値が急激に上昇すると、まあ、インスリンが 大量放出されるとか、血管が痛むらしいんですよね。そうするとちょっと細かいところまた忘れたちゃったんだけど、とにかくその血糖値の急激な上昇が体に良くないっていうのも間違いないらしいんですよ。でそれを抑えてくれるものらしいです。これはね3000円くらいかな、とか結構安いです。まあ普通のサプリとして考えれば、その取れる日数に換算すると安いです。でもう一つ NMN っていうサプリがあるんだけど、この NMN サプリっていうのはすごく高いんですね。すごく高いから、これを本当に取ろうと思ったらちょっとね、そこまでしてっていう感じがまだあるんだけど、まあ、俺が湯水のように使えるお金を持ってたとしたら NMN サプリも買いますね。それが老化の防止につながるらしい。まあでもまずはこの塩を使ってバスソルト、お塩風呂に入ってお塩先生になって、この汗腺が改善されるかどうか自分の中でちょっと試してみたいと思いますね。まあとにかく汗をかくってことが大事らしいんですよね、毒素を出す、だから適度な運動とかも本当は必要だと思うけど、俺まあ職場で汗かいてるから普通にそれプラスって感じかな。だからね、結構身の、周りの人たちでもアトピーとかで悩んでる人結構いると思うから、まあアトピーの人たちも騙されたと思って一回やってみるのいいかもしれないですね。ちなみにそのこのメトホルミンっていう薬はアトピーとか感染にも効果があった的なことを、そのライフスパンには書かれてたんですよ。まあ自己責任になりますから全てね。俺はこ、まあ、本から読んだ本を読んだことをそのまま伝えてるだけだから、自分で実証したわけじゃないからまだ何とも言えないんだけど、まあ塩に関してもそうだし、まあだからやってみようかなって自分も思う人がいたら検索してみて自分で実践してみるのもいいかなと思いますね。ただその場合は自己責任でお願いしますねっていうことですね特にね、バスソルトの場合はすごいなんか副作用あるとかってことはないと思うんだけど、このメトホルミンに関しては薬剤だから、副作用が出る人は出るかもしれないんですよ。俺はちょっと昨日と今日飲んでみたんですけど、これといった副作用は一切何にもないです。今のところ500ミリをのタブレットを半分に割って250ずつ朝と夜飲んだの2日続けたんですけど、何の変化もないですね。体調に気分悪くなったりとかもないし、何か何の変哲もないです、まあその辺は自己責任でただのなんか白い錠剤だったら笑いますけどね、成分入ってないねえ。ってことで今日は感染のお話をしてみました。皆さんは何か疾患とかありますかね。いろいろね、ただ本当に言えるのは腸内環境と人間の健康、それは精神面も含めた全ては腸に関係があるっていうふうに、まあいろんな書物でも多分書かれてる、書籍でも書かれてると思うし、実際そうだと思うんですよね。だから食べるものはとても大事です。ということで、ね、今日はそんな感じで。次回もまた見てね。じゃあね。